食べ過ぎてお腹が苦しい時の対処法です。一番いいのは食べ過ぎないのがいいんですけど、もし食べ過ぎてしまった時にできるやり方、立ったままできるやり方と寝てやるやり方、2つありますのでご紹介していきます。まず立った時に立ってやるやり方なんですけども、お腹下っ腹、おへそよりもちょっと下の部分に両手を上げて苦しくないレベルでプッシュします。そしてこの状態で足を上に上げます。この足を上げるときに足を上げるというよりも下っ腹を意識してお腹で持ち上げるように足を上に上げてみてください。下っ腹を意識して足で上げるんじゃなくてお腹で上げる意識、これを30回ぐらいやってみてください。そうすると楽になってきます。もし30回やっても楽にならない場合はもう50回ぐらいまでやっちゃってもいいです。これが立ってやるやり方。そして寝てやるやり方です。寝てやるやり方はもっとシンプルです。寝てやるやり方は仰向けになった状態で両手を上に伸ばします。これだけです。これを2分から3分やってみてください。こうやることによりお腹の前側の筋肉が引き伸ばされ、お腹の苦しいのが楽になってきます。ただ五十肩等で手が上がらない方はこのやり方はお勧めできません。あと、もしもテンションが足りなくてもっと反らしたいなという場合は、腰の部分にタオルや枕を入れて、そして手を上げていただけるとよりテンションがかかっていいです。もしこの何もない場合で手を伸ばして腰が痛い場合、腰痛が強い方で、その方もこのやり方はやらない方がいいです。ということで、食べ過ぎに対するセルフケアご紹介しましたけども、一番いいのは食べ過ぎないに越したことはいいです。食べ過ぎはやっぱり良くないですからね。もし食べ過ぎて苦しい状態になったら、このセルフケアをやるのと同時に、そこから12時間は固形物食べないようにして胃腸を休ませるように心掛けてみてください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。